無事帰ってきて読川の家に居候できるようになったのはいいものの、なんだかあちこちから視線を感じるような気がするって。美佐子は美佐子はスター気取り。そりゃ言動からして一線を隠してやがるからな。嫌でも周囲から悪目立ちするってもんだ。心配しなされ、心配するがいいさって、美佐子は美佐子は無駄に不安を煽ってみたり。信号機は緑なのになんで青って言うんだろうって2分ぐらい考えてれば忘れる。そうかな。待ちなさい。なんで、なんであんたみたいなのがこんなところを歩いてるのよ。また何かろくでもない実験でも始めるつもり？お前が感じている視線ってな、これが原因か？違うんだけど、それとは別次元の問題で、伊坂たちはこんな風にあっさり開口してしまって大丈夫だったんだろうかって、伊坂は美坂は首をひねってみたり。って、あれ？なにこれ？なにこの小さいの？私の知らないところで、わけのわからないことが斜め上方向に進行しまくってる？つうかよ。俺はこのガキや体細胞クローンにはそれなりの義理は感じているが、オリジナルのお前にまで気使う必要はねえはずだよな。他人の傷口に塩を塗る趣味はねえ。それなりに頭には来てる。お前が DNA マップなんて提供しなきゃあんな悲劇は起きなかったんじゃねえかってな。遊んでやるよ三姉弟。行くわよ。あなたが勝てますようにって、美佐子は美佐子は祈ってみる。よっ、大先に。ほらよ、ほらよ、こいつでどうだ？どこ？こいつでどうだ？どこ？俺、どこ？どこ？こいつでどうだ？ほら、こいつでどうだ？ほら、どこ？こいつでどうだ？ほら、どこ？どこ？こいつでどうだ？クソつまんねえ、しけてやがる。勝利勝利大勝利って、美佐子は美佐子はお祭り騒ぎ。ちょっとあんた待ちなさいよ、まだ決着は。私はまだ負けないんだが。お前は気に入らねえが、このガキや他の体細胞クローンがいるのもお前のおかげだ。そのことだけは褒めてやる。そうでなけれ今頃お前は地風船だ。下がっちまったな。帰って飯食って寝るけど。読川の煮込みハンバーグは絶品なのだ。で、美佐子は美佐子は本日の夕飯を願掛けしてみたり。あいつ自力がねえから煮込んでごまかしているだけじゃねえの。にゃーにゃー、休暇中のところ失礼するぜ。ああ。ちょいとした筋から情報を仕入れたんだけどさ、お前実験当時の研究者のリストを手に入れて復習したがっているってのはマジ？
くだらねえ冗談なら普段は頭に一発ぶち込んでから笑って済ませてやるけどよ、今日はとことん乗ってやるわ。面白えやつ連れてんじゃん。そのバカ面、これ見逃しに見せつけられちまったらよ、こっちも引くに引けねえだろうが。レベルゼロ最強。あなたが勝てますようにって美里は美里は祈ってみる。ほら、こいつでどうだ。違う、こいつでどうだ。こいつでどうだ。楽しくなってきやがった。どこを頼むぞ。クソつまんねえ、しけてやがる。勝利勝利大勝利ってミサコはミサコはお祭り騒ぎ。ようやくやりやがった。くそ、想像よりもうまくねえな。勝利の味ってやつ、口ん中で鉄の味がジャリジャリしてやがる。あんなところに黒くて怪しいキャンピングカー発見って美里は美里は報告してみたり。ああ、なんだあの車。そいつを乗せろ。離して。見たこ見た。もっと力が出ねえ。これもお前の策略か、地味かと。この面見てもそんなこと考えられるか。俺も初耳だよ。とっとと追うぞ。どんなに巧妙な手を使っても足を手に入れるための手口ってのは必ず存在する。そこをたどれば敵の正体をつかめる。根城や輸送ルートも知れてくる。何でもいい、とにかくあのガキを探し出せ。それができなきゃ比喩抜きで八つ裂きだ。分かってる。これは俺の流儀じゃない。マイカが同じようにやられていたら、すでにこの時点で俺はお前を八つに裂いてる。よし、ヒットした。これで終える。ハロー、そちらさんは噂の第一ってことでいいのかにゃ。お前が黒幕か、それとも使いっ走りか。どうでもいいでしょ、そんなこと。たまには清掃活動に従事したい年頃なのよ。やっぱ駒使いが。うるさいわね。あんたにとっちゃどっちにしたってぶち殺し確定なんだろうからさ。わかってるじゃん。わかりやすいほどぶち殺してえやつだな、お前は。何にしてもいずれにしてもてめえをぶっ殺したいのはこっちも同じなんだっつーの。ザコ。ああ、吠えてろ第一。すぐに引きずり下ろしてやるわよ。見学させてもらうとしますか。
いつでどうだ。クソつまんねえ、しけてやがる。お疲れさん。第1位と第4位、勝てる道理なんざあるわけねえってのが分からねえのか。こんなもんは足し算引き算以前、数字の数え方の問題だぜ。ここがガキを連れ去った野郎の隠れ家か。あそこに車があるぞ。もぬけの殻、どうなってやがる。ご苦労さん、土味方。もうお友達の皮は剥いでもいいだろう。さっさとそのバカ殺して戻ってこい。警戒しろよ。暗部の名が泣くぜ。仕事じゃねえんだ。どうなろうと知ったことじゃねえぞ。やれやれ、骨が折れそうだ。耐えさせるじゃねえぞ。ゲンドよっ。こいつでどうだ。楽しくなってきやがる。こいつが終わりか。クソつまんねえ、しけてやがる。やっと見つけたぜ。そうだ。てめえ何しやがった。なんだこりゃ。気づかなかったのか。それとも学園都市最強にしてみりゃ気づく必要もないってか。木原の野郎が仕掛けてた監視カメラだよ。くそ、死ぬかと思った。まあこんなもんだろう。もう演技しなくていいぞ。ボケが何都合のいい寝言をおざいてやがる。常日頃からあっちこっちに窓口を設けていると便利だな。いざって